この事態を防ぐ策思いつくやついるか。だよな。こないだもなんとかなったんだ。今度だってどうにかなると信じよう。いや、どうにかしよう。いや、決して楽観視してるわけじゃなくて。そこでビシッと言えたらすっごい様になるのにね。無理だろう、不器用な上にバカだから。二人して笑うなよ。